高市教官は、品の国松本藩の藩校。松本藩主、松平光之が藩主の私塾、新町学問所を移設して藩校としたことに始まる。明治維新後の藩政改革によって松本藩学に改組され、学生発布により役割を終えた。今木家と田子家の日課党を藩寺の中心に据え、一貫して朱子学を主たる学風とした。 主な教官に、今木さん、田子か山、松江、久和天道、柴田利直、松原修玄祭などがいた。また、半番として、小書成文、大学、論語、四書執中等の漢石の出版も手がけた。内容は、和漢学、数学、筆動、長沼流兵学、平和術、旧術,術、剣術、創術、法術、遊泳術、小笠原流。 修例など、維新後には、工学、医学、数学が追加された。授業形態は、十三教や、和漢種類の素読、また読み、聴講質問、臨読、臨考、読読み解読の方法が採用され、力量に応じて、詩文作が課された。筆動は、和洋、漢様の療養を習得させ、閉学書は、十菅が講釈した。年末に、 定期試験があり、学用済み、四書済み、四書済み、五教済み、十三教済みの五段階に分け、武道は、各師半化が年間の金だと武器の成否をもとに、優劣を定めた。成績優秀者、解禁者には、少子が与えられた。半額お置いては、小学、半額の二段階に分け、それぞれ、下中上の三等級を置いた。また半額には、和書百三十八種。 関百175種、閉学書63種の蔵書があった。本来は50石取り以上の書士指定に入学が、限られ、敬拝の死はもっぱら武道のみを収めるものとされたが、維新後に半額に転じた際に、卒属指定の入学も可能となった。半額においては8歳から14歳までが小学で、学び、半額に進むものとされた。生徒数は、文政天保の頃は、 約60名、文級、現時以降は約260名、半額に転換後は約304名であった。敷地面積は約400坪、建坪は約100坪。木造平屋建てで大小17部屋からなり、公道、諸学堂、長門館、活字屋があり、外部に車上、祖刀流の剣術道場などがあった。平馬術、僧術、宝術、 遊泳術などは、館外の教場で演習が実施された。ありがとうございます。